株式会社アークヒューマン取締役宮内一郎様。はい。おはようございます。おはようございます。昨年の銀座の法人会というところでお邪魔したので、築地の何でした、お寺さんでやらせてもらった。それ以来です、法人会様。朝早いもんですから非常に緊張してまして、僕今朝日本中で一番早起きだったので12時半に起きました。寝たのが9時ぐらいでしたかね。でこちらからと皆さん知った顔がいらっしゃって、金城さんはどっかも臨時法人会してね、ここでしたっけ、どっかでもね、いろいろお会いしてます。よろしくお願いします。今日短い時間ですので、どのぐらいお話できるか分かりませんけども、少しお話をさせていただきたいと思います。というわけで改めましてチャオ、メンタルアナウンサーの宮内一郎です。今日は業績が上がる人材交流ということで、こういったタイトルで持ってきました。で皆さん経営者であったり、あるいは、いろんなところでコースで疲れていると思うものですから、こういったタイトルをつけました。で沖縄に来てから、経済同友会だとかいろんなところに顔出させてもらったり、マーケット知事だとかいろんな人とこうであったり、知り合いの国会議員がこの間テレビ出たり、いろいろ問題があったりなかったり、いろんな人がいますけども、まあ、そんな交流をしてきたんですが、ちょっとうちのアンチの方もったいないなと思うのは、名刺交換で終わってしまうという。これはとてももったいない。せっかく名刺交換をしたら、めぼしい人をターゲットにして交流を深めることでないと、人間の人脈が広がっていかないと考えています。まあ、今年は2020年沖縄のバブルが、少し右肩が下がると、いろんな業界から言われています。この日本全国に年収8桁の人が平均で 5% です。で年収8桁の人が 10% 超えてるのは東京だけです。でその8桁に年収が上がっている分、人数が増加率が昨年沖縄が東京に次いで2位でした。つまり沖縄バブルなんです。でその沖縄バブルがあったんですけども、今年はそのバブルに陰りが出ると予測されています。今から29年前、1991年にバブルの崩壊したときに、僕は4億円の借金を背負って、人生を再スタートしました。でそんなわけで、そのまでには、まあ、ちょっと、経歴書いてありますけども、22歳から社長業をやってました。25の時は年収が3000万でした。もうそれからずっと飛び飛びを落とすような勢いで、もう若者の、勘違いというか、もう収入を得たことによって自分は自分の人生の成功者だと思って、大きな勘違いをして生きてきたんですが、そうでないことを気づかされたのはやっぱり91年のバブル崩壊でした。でその会社経営をしていた時に一番気がついたことなんですが、ちょっとここに書いてます。飲み会、慰労会、忘年会、これ社長が当然ね、仕切って、あ、みんな忘年会やろうねってやるさね。これバッテンです。僕いろんな会社で顧問もやってます。でこれしなくていい、このまず経費の無駄です。それからこれをすることによって付き合う社員はもう我慢させられる。社長だけが個人的に社員とコミュニケーションを取りたがっている兆候だということです。じゃあどうすればいいか、コミュニケーションは必要です。というわけでピンポイントな飲み会、こいつは彼はという人材に対して、個人的に飲みに行ったらいいんではないかということですね。でこれがこれならば丸だということです。これちょっと頭に入れてください。このお金を使うんであるならば、優秀な人材を増やすすごいいい方法があるんです。ちょっと申し上げます。人材育成法と名付けてあります。これは今沖縄の、給与体系ですかね、僕が創業した頃と似てます。交通費、福利厚生費、いろんなものの経費が非常に少ないです。ですからなかなか、沖縄の勤めてる方たちがモチベーションが上がっていない。でもお給金だけではないんですね。お給金だけではないんです。で今回のモチベーションモチベーションって言うんですけども、皆さんこう社員のこうモチベーションを高める、どんな秘訣が何かおありの方いますか。うちはこうやって社員のモチベーションが上がってるって方いますか。いらっしゃらない。ありがとうとこまでにお礼を。お礼を、なるほどなるほど。
さすが、そういう感じなんですかね。まあいろんなやり方です。これ僕流のやり方です。うまくいったやり方です。まず何と言っても、称賛、共鳴、共感、分かち合いです。とにかく褒めるんです。とにかく褒めて褒めて、そして、だっかれよ、本当に、わあ、そうだよ、なんか、上等、上等、よかった、よかったと言って、共鳴、共感して分かち合うんです。これ、子育ても全く同じです。全く同じです。さあ、そして、先ほど言ったお金の話になります。で、年俸を上げてあげるとか、ね、昇給といっても、数パーセントだと月にして2000円とか3000円のベースアップですよね。でももらった方も別に喜ばないんです、うん、とそれをするんだったら僕はこんなやり方をしました。見てください。金のインゴットです。これを頑張った人にこっそりあげるんです。ありがとうね、もうそれをやるんです。いわゆるばらまきと一緒ですよね。でもすごく効果があるんです、うん、金のインゴットって1グラムいくらぐらいですか、ご存知ですか。金相場安いんですよ。今6000円かそんなもんです。このインゴット10枚ぐらい準備しておくんです。田中貴金属でもどこでもあります。何かがあった時に、あ、平田君ちょっと来て、君昨日頑張ったね、おかげであのお客さんうちに着いたさ、まあ、これ気持ちだけど取っててと言ってインゴット行こうです。また頑張ったらいいよね、これいつでも換金できるしね、使えるよ、どこでも使えるからね、本当に便利です。で、このインゴット、これをやると、ほとんどの社長は発表したんです、社員に。今度頑張った人よ、みんなインゴットやるよ、頑張れ、頑張れ。これね、問題が起きるんです。なんで、俺らがこんなに頑張ってない、なんで俺にインゴットもらえんばということが起きるんです。ですから、こっそりでいいんです。こっそりでいいんです。なぜかというと、社員同士で頑張りの評価が違うもんですから、悲願でしまうんですね。それをなくすためにもこっそり渡すと効果あります、うん、さらに年間12枚貯めたらもう2枚あげるとかですね、いろんなやり方があります。10枚あげても6万円程度なんです。大した金額じゃないです、うん、でももらった方は2年貯めれば12万、そして5年10年貯めたら120万、あるいは200万と貯まっています。それを子どもの学習とかにできるわけです。さあ、そして人材というのは人には得て不得てがあります。まあ平たく言うと使える人間とダメな人間があります。ダメな人間にもこんな良さがあんな良さがあるっていうのがあります。そこを見極めて、このスタッフはこれは無理だ、これならできるというスキルの限界を見出すことです。多くの社員に多くを求めて全ての社員に成長させようとする社長は会社自体が伸び悩むことが多いです。さあ、次に大事なのはパワー人材の配備です。各セクションに一人だけスペシャリストを配備できるかどうかです。つまり社長がやらなきゃいけないのはパワー人材、スキルのある人を見つけ出してパワー人材を配備することなんですね。この部署には彼、この部署には彼という、その配備の仕方にもいろいろあるんですが、実はこの配備で難しいのが、まあ、スキルもそうなんですが性格、そしてその人の生まれ持った資質、こういったものを見えないですか、なんかこっち見えてるかな、その人の資質ですね。これはまあいろんな資質があります。例えばこれの分析の方法があるわけですけども、まあ私の場合には必ずデータ分析をします。3つのデータを使います。でそこに出てくるのが、うちなんちゃ特にね、派閥多いですよね、沖縄の人立てたら横にピュッてください。沖縄の人は派閥多くないですか。イチャリバ長ですと言いつつも、うん、僕は沖縄県民は派閥すごいなと思ってます。好き嫌い激しい。その理由も後ほど説明します。さあ、そこに出てくるのが相性なんです。人間にはどうしても同じ言葉が話す。例えば、宮平さんの言う言葉。なあ、あの人いつもあんなにいいさ。嫌だよね。という人がいたら、B さんは、なんで？あの人いい人だよ、そんなつもり言ってないよ、こんな感じで言ってるわけさ。そうか、俺どうも宮根さんが一言一言鼻につくなんていうことは誰にでもあります。ここにうちなんちゅう派閥が生まれてます。それが相性なんですが、相性って言うとちょっとね星占いのような感じがしますけども、実はここで出てくる大切な相性が、私の298万タイプに負ける人間分析学という、もう非常に怪しい、学歴も中卒ですから僕の場合、
非常に怪しい人間分析学です。しかしながらこの3つのデータ 3D の3つのデータですけども、3つのデータを使うことによってその人の生まれ持った資質、性格、その人対親、その人対部下、職場の人間関係、全ての人間関係の相性も分かってきます。この相性が分からないと、実はせっかくバディを組んでも頂上に登っていた大どんでん返しが起きます。後ほど実例を示します。まずこのじゃあ相性は何なのかというと、一つ目のデータ、これちょっと小さい見にくいですね、バースタイプというお誕生日のことです。これ紀元前700年中国で始まった統計学をもとに、私が独自に約40年間6万人の人間交流をもとに独自に作ったものです。それがこの生年月日です。何年生まれというのが重要です。ちょっと見にくいと思いますが、後ほど大きい図を出しますので、この生まれ年によって1番レッド、2番ブラウンというように1から9まで9つのタイプがあります。ここの色が実は1から9まで9つタイプがあるにもかかわらず色が5しかないんです。この5色の色の生まれ年によって、例えば私1955年生まれです。1番レッドです。私はレッドですから、この色の配列でいうとレッドとミントとブラウン、自分の色もしくは両隣の色の生まれ年だと、さっき言った価値観、育ち、年齢、仕事、意見食い違っても、あ、そうか、それはそうだな、そういうのもあるなというふうに吸収できる関係が分かります。2つ目のデータがブラザーランクという、これは生まれた順番によって後天的な性格にある一つの共通点が出てきます。最近パクリ番組を時々やりますよね。この間も、ダウンタウンデラックスでちょっとオファーだったんですけども、ちょっと行けなくて、流石の声が入ったもんですから、流石を優先して出演しなかったんですけども、まあ、このブラザーランクというのがあります。これ発案したの実は私です。で、3つ目のデータが、これ皆さん嫌がる人がいます。ブラッドタイプ、いわゆる血液型です。血液型で人間4つに分けるではないんですね。その理由も後ほど説明します。この一様式、私の方式の 3D3 つのデータ、バースタイプ、ブラザーランク、ブラッドタイプと、この3つのデータをその本人と両親のデータと掛け合わすと、なんと298万タイプの組み合わせになっています。これを簡単に皆さんが活用する方法を少し伝授したいと思います。まず1個目のデータ、ちょっとご覧になってご自分が何年生まれかちょっと見てください。ただし先ほど申し上げました2700年前中国の暦です。元旦が2月4日です。皆さんの生まれ年の2月4日から翌年の2月3日が同じタイプです。例えば私で言うと1955年の2月の4日から1956年の2月の3日までの人が1番レッドとこうなります。奥田さんは確か9番アクアでしたね。9番アクアですよね。73年、一番レッドですか、早まりじゃないですか、1月じゃないですか、ですよね。僕確か以前お会いしたと覚えてます。9番アクアでした。国家さんの場合は73年の1月ですので、73年の2月から2月4日からですから、だから国家さんはその前の年の72年生になるものですから9番アクアと。で、まあ、こんな風になるんですが、ご自分の分かりました、皆さんも分かりました。ちなみに5番ブラウン、この生まれでしょうかと言いますか、お一人だけ、はい、この方も皆さん仲間ご存知ですよね。お名前は何てましたか。玉木さんね、玉木さん皆さんご存知ですよね。人当たりがとてもソフトで、ね、とても優しそうな感じがしますけど、玉木さんは本来生まれ持った性格、人の言うこと、人の話絶対聞かない私はこれに行くボス中のボスです。このボス中のボス精神がはびこっているわけですね。これ生まれ持ったものです。ですから逆に言うと、玉木さんは人の言葉に動揺しない、人に何を言われると自分というものはぶれない。ですからついていく方も、あ、玉木さんはこういう人だということで非常にこうついていきやすくなるということがあります。ただしところが、玉木さんにとってブラウンですから、イエローとレッド、僕もそうです。ブラウン、イエロー、レッドの生まれ年、この色の生まれ年の人の人数がそうでない、アクア、そう、国
木場さんや移民との方にしてみると、もし玉木さんと直属の上司と部下になった時にはどうしても玉木さんの言葉が吸収しづらくなってくる。最初の選挙の時側近だった方は確か2番グラウンだったと思います。今もお辞めになった方です。覚えてます。実はその方ね、お名前言いません。国語さんにとっては隣じゃなかったんですね、うん、でその方は2番グラウンドでした。確か僕覚えてます、うん、お邪魔しておきます。あの方2番グラウンド、2番グラウンドって言いますか。はい、お一人だけ2番グラウンド人当たりのソフトなんですよ。ところが自己主張が強くて言うこと言わないと気が済まないというようなところがあります、うん、そして小倉さんも覚えてるでしょうけど、その方も2番グラウンド浅く広くあっちこっちに人脈作る得意中の得意なんです。それが多分国場さんには多少すごくね、便利良かったんじゃないかと思いますけど、今は確かいらっしゃらないとちょっと風の噂で聞きますけど、隣同士でなかったですからね。まあそんな風に相性があります。ですから人選をする際には自分の直系の部下や妻や出産子供です。これは自分にとって隣同士の色のあるいは同じ色で出産、あるいはそういう人を人選をすることも重要です。私は当然のことながら1番レッドですから、ミントとグラウンドレッド以外の方ねとはあまり深く意見を交わしたり持論を述べたり批判をしたりするような関係を作りません。だから僕はさんとはアクアとレッドで隣同士じゃないですから、意見を交わしたら多分お互いに嫌いになってしまうんで、これからも仲良くしていきたいと思います。意見を言わないということですね。さあそんな中で、このマッチングの表があるんですけども、先ほど言ったこんな風に考えてください。この生まれ年のマッチングのカラーの相性ですね。価値観や考え方にギャップがあっても吸収できる人とできないという意味なんです。例えばここに一滴水がこぼれてます。ここに天然の綿とアクリルの綿、クリスマスツリーですか、どなたかお茶かお水をちょっといっぱい。このアクリルの綿だといくらやっても、はい、吸い取らないんです。ぜひやってみてください。お宅のテーブルティッシュ1枚あったら簡単に吸い取る、天然のものですからね。ありがとうございます。このところがアクリルの綿だと吸い取らないんですね。これが生まれ年バースタイプの相性です。ちょっと早押しにいきますよ。実例をちょっと示します。どうですか。西川、日産の西川社長とこの人もボーンさんです、うん、目の上の団子部嫌で嫌でしょうがなかった、うん、と思います。さあこの人たち、伊調馨と酒井コーチです。そしてこの大坂直美とサーシャコーチ、さあ親子です。大塚家具の親子です。とうとう会社売却しました。真紀子さんと純一郎さん、真紀子さんの秘書官がよく言ってました。利用されるやめとけやめとけって言ってもなかなかです。なかなかうまくいかなくて結局追い出された。最後この方、このアップルコンピューターを作ったジョブズです。彼も1955年もう亡くなってます。僕と同じ年です。ジョブズはいろんな人、彼 A 型なんです。 A 型の方いますか。はい、 A 型、 A 型いいとこ取りお上手ですよね。いろんなスペシャリストを集めて最高のものをかき集めていくといういいとこ取りお上手です。いいとこ取りをして最後のいいとこ取りはスカリーに頼ったんです。スカリーは何したかという人たちとかというと、アメリカ大陸でペプシコーラをコカ・コーラシェアを追い抜いた販売の神様です。ところが彼はイエロー、ジョブズはレッドです。彼1年半くどいてスカリー行きたくないって言ってた。1年半くどいてようやくスカリーは行きました。さあなんで行ったか、お前信用にするから来てくれ、行ったがいいけど隣同士の者が意見が合わない。トドのつまりがジョブズは彼から自分で作った会社に信用に迎えた人にクビになってしまうんです。この人その後何したかってスキルが高いから、例のトイストーリーというアニメーションを草案してピクサーというところで使って、大収入を得ていたわけです。こんな人間関係です。さあそして次に出てくるブラザーランクという、時間本当に短い、ブラザーランクという、データです。これは複数兄弟の1番目第1子長子です。長子とそれに対してそれ以外を意外子とくくってあります。つまり愛だっこ末っ子一人っ子です。この意外子と長子にベストマッチングの
相性があるんです。つまりなぜかというと、この長子、保護タイプの、長子、自分の子って長子の方いますか？複数兄弟1、2、3、4、5、6名、7名長子の方いますね。小久保さんも長子でしたよね。この方みたいな人が政治やったら必ずみんなのことを守ってくれます。なぜかって、やりかけたことを途中で絶対に投げ出さないんです。一旦やるって言ったことは絶対に投げ出さない。長子以外のこちらの方、ね、手挙げなかった限界来たらどうします？無理、できないし、ちょっと何かやってくれない、助けてと言います。私のところに24年間のデータ取ってあります。スキルが低くて人間交流が苦手でなおかつ長子の方が 80% がうつ病です。私のところに来ている方のうつ病者の8割が長子です。つまり今手を挙げられた方がうつ病になるという意味じゃないです。うちに来ている長子はいろんな理由がプラスされています。人間交流が苦手である、そして厳しく育った、自分の性格に自信が持ってない、自分は何なのか分からない、そんな人が責任感の中で投げ出さない、脱げ出さない、放り投げられない調子がうつ病になります。ちなみに皇居の適応障害と言われている今日本の頂上に着いたお姫様も調子の民悪話です。同じだね、調子の悪話です。でも彼女は違う理由があったからです。それでまあなったわけですね。このコンビがベストだという説明したいんですけど、ちょっと時間があったら後でやります。ざっと流してみます。次、血液型。何が血液型、そんな関係ないさとみんな思ってらっしゃる人、大型の方でやります。ほら、これがうちなの実態です。ありがとうございます。僕沖縄に来た時に一番多数派は何なんだろうと思った時に絶対大型だと思いました。日本人は4割が A 型、3割が O 型、B 型が 20%、 そして 10% が AB 型と言われています。ところが欧米人、あるいはインディアン、ブラジル人 100% 大型です。というふうに、大型の多いインディアン見てください。うちなんちょっと出てますよ。インディアンは 95% 大型です。彼ら一人は隔てて違う言語を使ってます。沖縄どうですか？首里城の周り3つもあるんですよ。うちなうちは名護の巨大インターが名護市内の4キロの間に、名護弁でも4種類の方言があるんです。これ分かります？今手を挙げてくれた大型の敵味方、仲間意識ね、それが強いと僕は考えます。僕もちなみに大型です。ところが血液型っていうのは、血液型で人の性格を4つに分けるんじゃなくて、私はこんな風に考えます。今これ三毛猫です、ライオンです。全然違いますよね。でも動物学でいうと分類は猫科になります。血液型も血液型か、そんな風に捉えてください。同じ O 型は O 型同士で共通点、思考のパターンが似てる、行動パターンが似てるところもあるけども、いろんなパターンがあるということです。さあ、その血液型をちょっと見てみると、ここにはよく皆さんが A 型の方、ちょっと A 型、はい、ありがとうございます。 B 型の方いましたね、2人。 A 型の人みんな B 型嫌いっていうね多いですよ。 B 型を嫌うんです。で、なんでかというと、実は相性じゃないんです。血液型はじゃんけんぽんの関係が存在しています。 A 型と B 型、 B 型グルチョキパーで勝っちゃうんです。 A 型の人の思考のパターン、さっき手挙げてくれました。 A 型の人は物事は順序立てがあります。 1,2,3,4,5 があったら 1,2,3,4,5 です。 1,2,3,4,5 と押し上がりたいという思考があります。ところが B 型、ほとんどこの2人会話は全部思いつきです。深く考えて物言ってません。その時の感性、感覚なんです。その感性、感覚で物を言うもんですから、物事は順序立てて裏付け、確認、確証を取らないと豪語もしない。 A 型にとっては振り回されてしまうんですね。そういったじゃんけんぽんの関係です。さあ、O 型にとっては B 型はちょろいんですけども、ちょろいなくちゃいけないね。僕から言ってちょろいですね。また丁寧なこと言ってる場合は今のはマジかみたいな感じで思うんですけども、まあそんなふうにジャンケルとの関係があります。もっと掘り下げていっぱいお話したいんですけど、ザザザッといきますね。ちょっとここに触れましょうね。この人生の思わぬ脱線、去年ね、国家公務員の方が、元国家公務員の方が、これ珍しいケースです。僕この事件は実はお父さんに殺してもらえばいいと思ったと僕は分析してます。
本当はお父さん殺したかった、殺せなかった。なんでかって、このこういった事件似てるのがあるんですよ。二十数年前、秋葉原に突っ込んだ、歩行者天国を突っ込んだ加藤智弘、この人も聴取です。先ほどの彼も農水事務次官の息子も聴取です。さあ、この生い立ち見てください。幼少期から厳しく、冬は薄着で、資産睡眠学習塾、友達に行くね、遊び行くのダメ、男女交際禁止、作文や絵を親が検閲、テレビやドラえもん、漫画、日本昔話や断念、ほとんどこういうようなメンタル疾患が起きる人の共通点、これです。まず厳しいんです、それは、うん、次、同じ年です、タガーナイフを持って駅で無差別殺人をやった、これも聴取です。ゲームはやらずに引き込める、そう、人間交流ができない人です。ちょっと読まないですけど、ざっと見てください。その後この人、17歳高校生、これも聴取です。彼、優等生、なんで優等生なんでしょうね。皆さん勉強好きな人いますか、こんな感じ。一人いますかね。多分勉強がいいことだって親に植え付けられた可能性があると僕は分析します。あるいは医者になるためには勉強しとけよって言われたのかもしれません、 ませんよ。ですけども、僕は勉強好きな子なんてこの世にいないと言ってます。勉強した方がいいぞ、勉強素敵なことだ、勉強いいことだ、何らかの形で親の刷り込みによって価値観を感じ始め、勉強したら楽しかった。私の妻も早稲田を出てますけど、勉強好きだったそうです。でも最初から好きじゃなかったそうです。まあこんな生い立ちが潜んでいます。さあ、その前にさっきの事件ちょっと戻ってみましょう。彼、ちょっと情報が薄いんですけども、お父さん、僕聴取じゃないと思ってます。聴取じゃない人、自己愛が強くて自分のことが最優先で自己中心なところがあるんです。私もそうです、成功ですから。まず自分のことなんですね。まず自分のこと、まず自分のことが大切で、彼やり取り見てるといっぱい出てきますよ、ツイッターに。もういい加減しろ、そういうのは SNS に載せるな、お父さんの立場を考えろ。子供にとって一番言われたくないこと、だって子供の人生は自分の人生ですもんね。さあ、さっきのこの人たちは何で開けばいいのか。全員が共通しているのは親のせいだって、もう気がついてるんです。俺が自信なくなってこんなになったら親のせいだって気がついてる。でも調子です、調子、人のせいにしたくないですよね、人のせいにできないんです。調子はできないけど分かってるんです。だから親を殺すこともできないで、うっせした思いで第三者にこんな行動が出た。じゃあ逆に彼の調子です。殺したかったんです、殺すぞ、手挙げてた、やらないんですよ彼。最後どうなったんです、仁王立ちでキッチンで立って拳を上げた、その数日前親を物置の畳の屋根扉にぶつけたりやった、そんなやったもんだから、お父さんビビってたんですね。手を挙げただけですよ。なのに彼は包丁を持って30回以上刺したんです。自分のことですよ。僕はお父さんは自己中で自分勝手な、多分意外視で、想像ですよ。長子だったらまた違う理由があります。意外視で、しかも彼の妹ニーニーがこんなもんだから結婚できないと言って自殺してるんです、うん、父親って皆さんご存知ですよね。これ人間の自然の摂理です。父は女の子、母は男の子、やっぱり特別な思いを持ちます。つまり特別な思いを抱いていた可愛い可愛い娘をお前のせいで死にやったんだぞという思い、怨念、お前のせいで俺の立場本当に積み上げてきた俺の人生ダメになったんだぞという思いで、逆に彼が息子を殺してしまったのかなと僕は分析しています。裁判では出てこない話です。本当かどうか分かりません。僕の勝手な分析と想像です。さあ、3億円事件って昔ありました、府中刑務所、あの事件も同じような育ち方をしています。子供は実は警察官の子供だという、ほぼ、不確定ですけども、そういう話は出ています。まあこんな風にして、まあいろんな、実はこういうことが起きたのが、今日実は僕が持ってきたこちらの本は子育ての本なんです。でもこの本、これ第2版なんですけども、初版はうちの子供がまだ乳幼児の時に書いてます。なんで書けたか、実は子育てと社員教育が同じだっていうことです。
気づいたんです。自分で20年近く社長業をやり、そしてバブルの崩壊で潰れませんでしたけども、まあ、自然に消滅をしていったんですけども、その後に書いた本なんですけど、まさに自分が被った、社員に1000万使い込まれた、あるいは500万使い込まれた、大事な社員が辞めていって、そしてライバルになってしまった、そんな経験を持ってます。その中から出てきたのがこの子育ての本で、今日は人材育成にも共通している、会社でもこの本を使うのでちょっと話をします。まず5原則です。第1個目は自立自活力です。とにかく自分で自分のことをやりなさいよ、自分の手、足、目、耳、鼻、口、頭を使ってやってください。社長これどうしましょうね、部長これどうしたらいいですか、というんじゃなくて、部長これこうしていいですか、社長こうしたいと思いますけどいかがですか、という人材の作り方です。そのためには褒めておくことなんです。想像力、これはイレギュラー対応能力です。思いの知らなかったこと、予期しないことに出会ったときにそこにぶつかっていけるかどうか。そして人間交流力、これはとにかく自己開示です。人間交流というのは知識、教養、地位、お金一切いません。自分のことをオープンに話す、自分のことを、自分の素性を相手にまず知ってもらうことなんです。皆さん法人会の中で、皆さんお互いに友達同士、素性をご存知ですか。うちのあんちのね、あのモアイ、まあ、もう10年やってるよ、あの人、あの平さんってどんな人、いやよく知らん、仕事何だったかなっていう人多いですよね、沖縄の人。この深く関わらない事情の一つに、うちなんちもう一つ携わります。それは先ほどのブラザーランド中間子です。子だくさんですからね、沖縄は5名以上の家族いっぱいいます。中間子の方が圧倒的に 50% 以上が間っ子です。この間っ子、ここもいいんじゃないかな、中間子の方で1、2、3、4、5、6、7、8、8名、あとは長子か、あとじゃあマッシュですか、末っ子1、2、あれさっき長子4名しかない、うん、まあいいや、まあ、はい、まあそんな感じですね。さあ実は中間子、たくさん子兄弟がいる中で言葉の通じる第一長子、気がかりなマッシュ、この間に育った中間子、何かしら損をした、中には自分だけ愛せられなかった、あるいは自分は適当に扱われたといったような何らかの形の疎外感を持って育つ傾向があります。その傾向が強い人ほど自分は嫌われたくない、外されたくないという人がたくさん増えてきた沖縄、昔の東北に似てます、子だくさんでした。そうすると自分は弾き物になりたくないために、自分を防御するために自己開示しない、素性を明かさない、程よく手よく人と関わる、これでは人脈は広がらないんです。本当はそこが重要です。さあそして自己表現力です。自分の思ったことを口に出す、ここもうちなんちは中間子多いから、こんなに言ったら嫌われるさということで言わない人も多いです。思ったことは口に出せる、いかに口に出すときに相手を傷つけない言い方を練習するかどうかが人格の形成につながっていきます。そして最後は自分のやりたいこと、できる仕事に出くわす、やりたいこと、できることをする、社員も彼はこれならできそうという、やりたいこと、できることを与えることが重要だということです。これは子育ての5原則でもあるんですけども、実は、まあ、社員教育の原則でもあります。ちょうど、時間が迫ってきました。本当に今日はおさわりだけのお話でしたが、実は今日あの本だけ一応持ってきました。で、これが先ほど言った3つのデータの分析本です。これによって、これ僕実は本大嫌いで、まあ、学校も中学しか出てないんですけど、本読んだことないんですよ。小学校1年の時にフランダースを見る。つい最近2冊目読みました。サッちゃんの魔法の手という。生まれながらして、指が4本しかない女の子です。この子の絵本を読みました。これある牧師さんにね教わって読んだんですけど、とてもいい本です。それを2個しか読んだことないです。だから僕の本は人の知識や教養なくて、あくまでも独自のものなんですが、この中には社員の関わり方、あるいは家族の関わり方、いろんな、シチュエーションの中で相手のデータに対して自分のデータだとどう関わればいいかというと、ピンポイントでヒントを書いた本です。でこちらの本は先ほど言った社員教育も共通する子育ての本です。僕はこちらのプロフィールに書いてあるように、
友亀賢治の中という、自分で座右の銘、自分で作った座右の銘です。幸せのテーマです。いつになってもいつでも友達ができる、そして健康で、時間に自由が効いて、収入がそこそこあって、親兄弟家族が仲良し。私実は先ほどのデータでちゃんと自分に合う人、僕はレッドですから、ミントの奥さん、そして、さらに子供も自分のバースタイプに合わせて、僕は、こうですね、僕がレッドで妻がミントです。子供計画出産してます。第1子がミントです。第2子はレッドです。ブラウンでもいいんですけど、僕はブラウンの子供はお母さんと隣同士でないと、先ほど言った大塚家具になってしまうからです。こういうふうに、で僕は計画的にレッドとミントで子供を作って、うん、妻とはもう23年夫婦恋愛してますよ。結婚して24年目になります。子供たち小さい頃よくやってました。社会で喧嘩してました。今我が家では誰も喧嘩しません。そういうふうに関わり方、人間の関わり方、この大切な3つのデータというのは、分かりやすく言うと、メイクマンに行って苗木を買いました。さあ苗木を買ったら、それに合う土をかまってください。土を買ったら、今度はそれにサイズを合わせた鉢をかまってください。さらに関わり方っていうのは、いつどれぐらいの水をあげる、どれぐらい肥料をあげるか、これが人間関係と一緒です。植木もそうでないと育たないということです。まあそんなことで、そろそろ時間が来ましたので、最後にもしご興味のある方は Amazon でも、そこの純不動でも、書籍が売ってます。ですから、いつでもお買い求めいただけるんですが、せっかく今日ここでお邪魔したので、スペシャル料金で準備をしてまいりました。そんなことで、こちらだけが、こちらが3,080円、こちら3,240円なんですが、というわけで、特別料金を準備しておりました。ジャパネットでございます。両方ですと6,320円になりますので、2冊両方という方には4,000円で準備をしました。それと、先ほどちょっと、音声なしで流してましたけど、ダット兄弟研究所という、テレビ東京の日曜日の8時からのゴールデン番組、2時間番組をやったものになります。これ兄弟によってこんな関わりという番組なんですけども、この VTR の2時間番組です。これ両方2冊ダブルで買っていただいた方にはこれプレゼントを準備してきてありますので、もしご興味のある方はお買い求めいただければと思っております。片方でいいよって方は2500円でと思っております。で、最後に、私今番組を4つやらせてもらってまして、朝 ROK、 夜は RBC なんですけども、最近 FM マーで1時間番組やってます。ここでは、恋愛、結婚、メンタル、家族、社員、人生、いろんな話をしてますので、ご興味のある方は FM の月曜日の11時、再放送はその週末の日曜日の11時からやっております。こちらの金曜日の宜野湾シティ FM の方は、実は沖縄バルクと、薬物、ギャンブル、そして、お薬に依存の方たちに、コーナーを挙げて、彼らが赤裸々にいろんな話をしてますので、宜野湾シティの方もご興味のある方は聞いていただければと思います。そんなわけで、ちょうど時間が来ましたので、そろそろ終了したいと思います。メンタルアナリストの宮内一郎でした。チャオ。ありがとうございました。